根室中継局は、北海道根室市紅葉町にあるテレビと FM の中継局であり、根室ラジオ中継局とともに、日本で最も東端にある放送中継局である。ただ、ここでは、花咲港にある根室花咲中継局についても記述。根室市内で中標津中継局を受信できないことはないが、中心街がある東部では、テレビの映りが悪くなったり、ラジオの受信が難しくなる地域もあるため、根室中継局が設置された。1964年10月1日に NHK 釧路放送局が設置され、その後、1967年に北海道放送と札幌テレビ放送が設置される。さらに、1970年代になって、北海道テレビ放送と北海道文化放送が設置された。また、根室市内でも花咲港地区は、根室中継局の移りが悪い地域が多かったため、根室花咲中継局が設置された。なお、この中継局は、花咲港の近くにあるため、ロシア国籍の船舶にも多く視聴されているという。中継局は、根室中継局が根室市紅葉町に根室花咲中継局が根室市花咲港にある。ここでは FM 根室も記載する。根室市紅葉町3丁目19番地に置かれている。根室中継局デジタルは民放各局も含む根室中継局根室中継局根室花咲中継局。ありがとうございます。